やちゃんです。よろしくお願いします。今回はホワイトデーにこれを渡すと好感度アップ、はい、プラスうちらが欲しいものをアピールしていくっていう、アピールしていくっていう。でもホワイトデーってさ、なんかまあお返しって分かんないけど、なんかクッキーのイメージはあるよね。なんか基本的にチョコあげてクッキー返すみたいな。基本的にクッキー、マシュマロ、キャンディーっていう。キャンディーあげる人いるの？キャンディーは いるけどなかなか多分いないと思う。なんかクッキーは、まあ、友達みたいな関係の、マシュマロが嫌い。マシュマロあげる人いるの？それで嫌いですって。待って、私マシュマロもらったことあるかもしれない。その小学生の頃に意味わかんなく普通にバレンタイン渡してさ、ホワイトデーやっぱ帰ってくるわけですよ、マシュマロでクマンテディベアいたな。まあそれは考えてないよ絶対、考えてない。可愛さとかそういうのを選んでると思う。嫌いだったってなっちゃうのになるけど、こちらはさ正直ね、食べ物もらったらさ、一応ねグラビアアイドルなんで、あの体型維持もしてますよ、だからあんまり。じゃあみんなケーキとか食べてるけどね、終わった後に。あなたでしょ、それは。食べてるやん、みんな。みんな食べてる。あしさ、すごい思うのが、必要的なのはいいなと思うんだよ。例えば、ハンカチ。あー、なるほど。確かに。ハンドタオルっていう。そっちの方が意外と使ってる人多いよね。そう、意外とそっちの方が持ち運びもしやすいし、持ってるし、意外といるなぁ。当たり障りなくね。当たり障りなく、しかも実用的だし、使えるなぁと思って、もらいたいなぁとは思う。確かに。確かに美容系のもの、あ、例えばパックとか。いや美容ででもさ、化粧水とか人に合う合わないあるじゃん。でもその子もなんかこう、やっぱアイドルとかだとツイッターとか SNS やってるから、そういうのでちょっと調べて、この子これ使ってんだってなって、まあプレゼントしやすいもの、例えばリップとかだったらもう本当にプレゼントしやすいし、まあ、重みっていうか、まあ、すぐ使えるので、読みとかもあるだけしね。なんだかんだで使ってるかもしれない、そういうのだったら。私普通に、いやもう最近欲しいなって思ってるのがありましてですね。何？なんで？アオミンだけだよ。そう、誕生日とかにもらうやつ。いや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 、誕生日じゃなくてももうずっと欲しいわけよ。あの必然的にね、やっぱクックボールとマリーは足りなくなるんだよ。何何何？いや今日これあれだから好感度アップさせるものだよ。マジアオミンの、アオミンさんの好感度だけ上がってる。そうそう。逆に何好感度上がる？だからサプリとか。それも緑。最近なんかアサイの。サプリにハマってて、ビタミンとかだったらさ、みんな取って、確かに、マグネシウムとか、まあ、そういうみんなが取って大丈夫なサプリとかは嬉しいかな。でも怖いかな、いきなりさ、なんかお返しでさサプリなんて。そうだよね、チョコ渡してお返しでサプリ来たらめっちゃおもろいよね。私はちょっと家が遠いので、でも都内にいることが長多いじゃないですか。北海道多いね。まあ仕事的に。北海道から通ってた実は。だから空き時間とか、基本的にカフェで過ごすことが多いんですよ。だから最近よくもらうのがスタバのカード。あれはもう何枚あっても助かる。確かに。一緒にできるしね。そう、時間通しにもなるし、やっぱ可愛いしデザインも。今時だったら、やっぱりそういう系の方が嬉しいかな。女子って結構やっぱね、カフェとか結構行くんで、めちゃくちゃ行く。スタバカード全然1000円分でも全然嬉しいよね。嬉しい、本当に助かる。1万円ぐらい入っててほしい。おー、言い過ぎ言い過ぎ。そのスタバカードの流れで、ディズニーのチケットとか、めっちゃいい。ユニバーサルのチケットとか、めっちゃいいじゃんそれ。めっちゃ、だっていつでも行けるし、しかもさ、行けるし、ペアで渡せばさ、俺と行けるやんってなるよね。私さ、誘われなかったら悲しい。いや、そうなんだけどさ、で、ペアチケットを渡そう。そしたら、一緒に行くかもしれない。一緒に行けるかもしれない。嬉しい、嬉しい。無難に、ハンドクリームとか。ああ、助かる。ああ、この時期ね、助かる。確かに。ちょっとオーガニック系のさ、ハンドソープとかでもいいけど、なんでも。なんかちょっとオシャレな感じで。確かに。自分ではあんま買わないんだろうなっていうものでもいいかもしれない。逆にさ、好感度これはもうこれはダメだよ、下がるやつとかないの？なんか香水とかさ、嬉しいんだけど、あこの匂いちょっとダメだなとか、やっぱ合わないとかあるし、ね、あなんかこれトイレの匂いするやつだ。今までにあったの、今までに石鹸の匂いみたいな。違う、今までにあったの。あこれ香水とかさ、匂い系はちょっとダメだなって思った。まあそれ好みがね、ありますよね。好みが出るものはやめておけと。うん、バスタブ系で、あの
入浴剤とかバスルトとか結構おしゃれやし、あれって多分好き嫌いはないんじゃない、うん、とある入浴剤はキンキラ入ってるからすげえ掃除しにくい。あ、そうなんですよ、お母さん怒られたな怒られたね。嬉しいんだけどね、めちゃめちゃ可愛いしね、可愛いしいいんだけど、みんな多分知ってるんだと思うんですけど、はい、L から始まるやつね、あれハンドタオルとハンドクリームが一番無難ではっていう。確かに。ヘアサプリが欲しいな。だからそれを個人的。私だったらポケモンカード。スタバカード。でもスタバカードも欲しいな。スタバカードいいじゃん。スタバカードとサプリと。てか、あとそうだね。マクカード大丈夫。もういいだし。マクカード欲しいね。ちょっとやめてよ。でなわけで皆さん、必要性があるものの方がいいっていうことです。はい、ぜひ参考になったかわからないんですけども、参考にしてみてください。はい、ということでチャンネル登録、高評価、コメント。